はい、皆さんこんにちは。今回はハイエースの天井を外して静止防音断熱施工をしていきたいと思います。とりあえず前編として天井を外すところまでやっていきます。一応なるべく分かりやすいように動画にまとめましたので、よかったら最後まで見てください。まずは作業しやすいようにベッドキットなどの全ての荷物を下ろしました。それではやっていきます。私のハイエースは UI ビックルさんのサイドバーがついているので、こちらから外していきます。サードアシストグリップとセカンドアシストグリップに挟んであるだけなので、こちらのネジをドライバーを使って外していきます。あとは少し浮かしてあげれば簡単に外すことができます。天井を外すと多くのネジやクリップがいっぱい出てきますので、こんな感じで仕分けしておきました。次はアシストグリップを外していきます。爪をね、下にやってこちらのネジを外せばアシストグリップは外すことができます。反対側も同様に外しました。次に一番後ろのピラー、D ピラーって呼ばれてるんですかね。でこちらを外していくんですが、ドアモールを少し浮かせてやると作業効率が上がると思います。で左右から、こんな感じで浮かして、あと下側にリアのサイドパネルの上側にこのピラーと、くっついている部分があるので、そちらを少し浮かして外していきます。反対側のピラーを外すので、こちらで確認してください。ここの部分がくっついていますので、下を少し浮かして上を外していきます。クリップが残った場合はクリップ外しを使って取ってください。次に、リアシートのシートベルトを外していきます。ボルトサイズは 14mm でした。こちらのボルトは結構長いので、こんな感じでね、結構一生懸命回して外しました。こんな感じで外れました。で先ほど外した下側にこんなパーツがついているので、こちらはプラスのドライバーで外していきます。Cピラーもドアモールを外して先ほどと同じ感じで外していけば大丈夫です。反対側も同じ感じで外していきます。続いて B ピラーも外していきます。でこちらもシートベルトを外してドアモールを外して手前に浮かせれば外れます。アシストグリップはプラスのネジで止まっているだけなので2箇所外してください。こちらもネジがなくならないようにこんな感じでマスキングしてネジを止めときました。アンバイザーは3つのプラスのネジで止まっているので、こちらもドライバーで外していきます。こちらの部品はプラスネジを外してから手で引っ張れば外すことができました。こんな感じでサンバイザーも外すことができました。こちらは助手席上のアシストグリップですが、こちらも2箇所のプラスネジをドライバーで外していけば外れます。続いてルームランプを外していきます。こんな感じで、
クリップ外しをね周りからこうちょこちょこっと、上げて、まあ、引っかかりをねちょっとなくすような感じで外していきます。でここのクリップなんですが上下2つずつですね、留め具というか金具がついているので、まあ、ある程度クリップ外しで浮かすことができたら、まあ、手でこんな感じでちょっとね上下に揺らしながらやっていけば、まあ、外すことができました。ではこんな感じでコネクタを1つ外せばルームランプは外すことができます。こんな感じで留め具が上下2箇所についていました。こちらのコネクターの外し方は、まあ、見てもらえばわかると思うんですけどこんな感じで中央のところを押してあとは、隙間ができたところでこちらのマイナスドライバーを差し込んで外しました。それでに運転席と助手席のシートベルトも外しましょう。こちらのボルトは 14mm でした。あとこちらの丸いパーツもネジ1つで止まってるだけなのでプラスドライバーで外してください。で B ピラーです。でカーテンレールもね私はついてるんでこちらね外してあと下側にこちらのプラスネジと、まあ、外し方はこんな感じで手で引っ張れば外れました。続いてエアコンのダクトなんですが、まあ、こちらに私ね車にはちょっとネジがついてなかったんですけど、まあ、もしかしたらねネジがあればこちらも外してください。で続いて後ろ側のルームランプを外します。でこんな感じでクリップ外しで、全面的にねこう差し込んでいけばパネルが外れます。でパネルが外れたら2箇所のプラスネジがあるのでこちらを外してください。あとはルームランプの配線を外してください。続いてエアコンのスイッチのパネルを外していくんですがで空気口ですねこの左右に、まあ、こちらの、まあ、今外しているところの左右についている空気口に関しては後ろからちょっとね後から分かってるんですがボンドで留めてあったのでこちらは外さず真ん中だけ外していきます。でクリップ外しを使えばねこんな感じで浮かしてあとは引っ張れば外れます。線は1つなのでこちらは引っ張ればコネクタは外れました。あと右と左に左右のプラスネジとあとこちらに、エアコンの配線のコネクターですかねでこちらがあるのでこちらも外しておきました。で右側のコネクターは外すと、まあ、冷風が出なくなっちゃうので戻す際は必ずねこうつけないと冷房が効かなくなってしまうので注意してください。あとは天井にたくさんねこんな感じでクリップがついていますのでクリップ外しを使って外していってください。こんな感じで少し天井を押さえるとスペースが生まれるのでクリップ外しを入れてあとは手で引っ張れば外すことができます。クリップをすべて外したらこんな感じでスペースが生まれるので、後ろ側の、天井から外していきます。私の車は1型の、車なんですが、こちらは4型の天井を使用していましてでルームランプがついているのでその配線を、外していく必要があるので、まあ、下ろす際はねちょっと配線が切れないように注意してください。天井を外すとこんな感じでした。こんな感じで、上のパネルというか天井をね下ろすことができました。で前側なんですがこちらもクリップをね外していってください。で今指さしているボルトはね別に固定されてないのでこちらはそのままです。前側の天井を外すときはこんな感じでヘッドレストを利用してあとは後ろ側にこう引っ張れば天井を外すことができました。静止防音断熱施工をこれからしていくんですが施工する前の天井の音をお聞きください。こんな感じで、天井をすべて外すことができました。